3キロぐらい、1時間いかへん、はい、走り回るのでノア終了です。ちびっ子2人、ケージの中でも粗相っていうのがほぼないんですよ。 B ちゃんが1回だけかな。この辺はすごく助かってますね。ちゃんやたら訓活するようになりましたね。急に急にですわ。はい、桜が咲いていて美しいですよ。 A ちゃんおいで。はい、 B ちゃん B ちゃん B ちゃん、よいしょ。あ姉ちゃんとエイ君、トイちゃんがね、父さんお散歩行きませんかって言ってるんやろうけど、まだ2時です。早いです、早いです、早いよ。ロイちゃん早いよ、アデちゃん。あなたたちも準備が早い。お馬さんが顔出してる。待ってねー。一個散歩、一個散歩、ツンツクツン。それにレン、これですよ。この滑り止めのゴム食べてんねん。もう意味がわからん。今日は避妊手術、眼摘出手術の日でございます。はいはい、もうねお水を探してるんですけど、ね、お水飲ませられないのでね、手術があるんで、ね、お部屋の中のバケツも全部撤収してるんですけどね。いや、いいよお花背景にいいですな、桜でございます。まあ、アリちゃんがお父さんお出かけですよねって言って乗ってんねんけどそこいてね。レンをフリーにするんですけど、全員のリード、下手したら首輪も食べるんですよね。お父さんの横であまりスイッチとか押さんといてくれ、頼むわ。アデニーちゃん、お父さんの横で嬉しそうやな。6頭をね積んでるので、なかなかね非常にもう犬たちにはちょっと不便かけるっていうかアデちゃん嬉しそうやなお父さんの横が、これからお父さんの横に座る。あ、A か。あ、ちょっとアップダウンあるな。あ、でも重みじですね。なかなかアップダウンもあり、池もありね。まあ作られた公園ではありますけど、非常に面白い散歩ができる公園かなと。姉ちゃんに取られるから俺が食べれないし、おやつあげたんですけど、姉ちゃんやめなさいよ。一旦帰宅して、ちょっとあげちゃうのね。あ、行かない行かない、アデちゃんは行かないよ。お留守番、アデちゃんお留守番してて。お留守番行けない。もう今日お昼もお散歩したから大丈夫ね。アデちゃんやめなさい。もうアデちゃんこれがね、もうアデちゃんもお父さんとずっといたいからさ。アデちゃんハウス、はい、アデちゃんハウス、もう中、もう向こう行っちゃう、もう。ちょっとだけやで。今病院から電話で、エイミー手術終了ということで、今から B ちゃんということにした。お迎えがちょっと1時間ちょい後ろにずれた感じですけどね。なんかもうドキドキやわ今回は。まあ弱った2人だけにちょっとね、一番ね傾斜の少ない、傾斜の少ないというか上り坂が少ない。多分エリザベスをつけてるのでバリケンにはちょっと入れないと思うので、2箇所、サークルを作りました。ちょっと若干狭くなっちゃいましたし、もうちょっと作り直したい感じがあるんです。
ーはこの中放り込みますとは。こんだけ我慢できんのに運行しっこまみれにされてたってことはよっぽどやな。もうなんちゅう車やな。大丈夫？ロイちゃんが大丈夫？アデちゃんも大丈夫？なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。優しく迎えるアデとロイがいる一方で、はあ？弱ってるやつにそんなこと言う？もうそういうやつが俺も一番大嫌いやわ。ほんま信じられ。どう見ても弱ってるやろ。違うか？違うか？お前そのそんなやつにワンワンギャンギャン吠えんのか？なあ、弱いやつにそんなギャン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 吠えんのか？お兄ちゃん姉ちゃん見習えよ、お前。どう見ても弱ってるよ。誰が見ても信じられんの、お前。 B ちゃんも連れてきました。はい、アデ姉ちゃん、ロイちゃん、お留守番ありがとうね。はい、おっさんここで寝れなくなったのでちょっと違う客まで寝ます。